小さな子猫が懸命に生きようとする姿、それはある家族の心を動かし、子猫を助けるために多くの人が動き始めました。保護団体の人々や動物病院のスタッフたち、そして支援の輪はさらにその先へとつながります。子猫自身の生きる力に猫を愛する人々の優しさが加わり、大きな力を生み出したのでした。その子猫の名はマーベル。発見された時はまだ生まれて5週か6週しか経っていませんでした。母猫とはぐれてしまったマーベルはミルクを飲むことができません。痩せ細り脱水症状に陥ったマーベル、目の感染症にかかって熱も出していました。ぐったりと重い体を引きずってあるマンションの通路にたどり着いたものの、そこから一歩も動けません。もはやマーベルには目を開けることさえできなかったのです。うずくまり目を閉じてじっと動かないマーベル、それでもなんとか呼吸を続けていました。そんなマーベルを偶然通りかかった家族が見つけてくれたのです。懸命に生きようとしているこの子をどうにか助けてほしい。保護団体に連絡をしてくれ、すぐにダンさんとルーシーさんが駆けつけました。動物病院にマーベルが運び込まれると、そこのスタッフたちもマーベルの命を救うため最善を尽くします。みんな目的は同じです。小さなマーベルに何とか元気になってもらいたい、ただそれだけなのです。点滴や目の治療を受けながら、マーベルはみんなの愛情を感じていました。喉を鳴らして甘えた声を出し続けます。初めて人から優しくされ、それが本当に嬉しかったのです。マーベルを助けるため何がベストなのか、ダンさんたちは考えます。そして他の保護団体の力も借り、一時預かり先が決まりました。その家でマーベルは初めて人との暮らしを学びます。食事やベッドを与えられ、弱っていたマーベルは嬉しくてたまりません。そして何よりマーベルの心を温めたのは、毎日優しくお世話をしてもらえることです。養育主さんからの愛情はマーベルに生きる希望を与えました。少しずつマーベルの体と心は回復し始めます。やがて他の子猫と仲良くじゃれ合うようになったマーベル、家の中を自由に動き回り、たくさんいたずらをするようにもなりました。けれどそれはマーベルが元気になった証です。養育主さんだけでなく、関わった人みんながマーベルの回復を心から喜びました。そしてさらに嬉しい知らせが飛び込んできます。マーベルを引き取ってくれる新しい家族が決まったのです。こうして小さなマーベルは大きな幸せを手に入れることができました。たくさんの人たちがマーベルを支えてきたおかげです。そしてもちろんマーベル自身の強い気持ちがなければ、ここまで元気になることはできなかったでしょう。今マーベルの門出を多くの人が笑顔で祝福しています。ご視聴いただきありがとうございました。評価とコメントをお待ちしています。